パワー1は IBM が設計、製造したパワー命令セットアーキテクチャを最初に持ったマルチチップのマイクロプロセッサである。パワー1は1990年に登場した。パワー1とパワー1は改良版。RSC はシングルチップの派生製品。さらに、パワー p c 6 0 1は RSC の派生製品である。 1993年には、後継のパワー e 2に置き換えられた。パワー e 1は当初は、リスクシステム6000の CPU と呼ばれ、後に後継が発表された際に、区別するために、同じネーミングで、パワー e 1と呼ばれるようになった。パワー e r 1は1990年に、IBM RS6000 シリーズのサーバーであるパワーサーバーや、ワークステーションであるパワーションと共に発表され、 そのクロック周波数は20、25、30MHz であった。パワー1は2回のアップグレードが行われた。1回目は1991年のパワー1、2回目は1992年のパワー1で、半導体工学の進歩により、オリジナルのパワー1より早いクロックで稼働した。パワー1のクロックは、パワー1より少し早い25、33、41、 メガヘルツだが、パワー2では高速なクロックを可能にするマイクロアーキテクチャを採用して25、33、41.6、45、50、62.5メガヘルツだった。1993年8月にパワー1とその派生プロセッサはパワー1の進化系である後継のパワー2に置き換わった。パワー1の直径の派生にはエントリーレベルの RS。 6000用に作られた機能削減、シングルチップ版の RSC や、宇宙用途に作られた RSC の対、放射線版である、ラジアン6000がある。また、パワー1の非直径の派生には、コンシューマー用を狙った RSC の機能削減版であるパワー PC601 がある。一般には、IBM やコンピュータ処理の世界で、パワー1は1番目であることで知られている。 IBM では Power1 はハイエンド向けの最初のリスクプロセッサーであり、新しいパワー命令セットアーキテクチャを最初に実装し、IBM の最初の成功したリスクプロセッサーである。コンピュータ処理の世界では Power1 は従来はメインフレームのみで使用されていたスーパースケーラプロセッサーの性能向上の技術であるレジスタリーネーミングやアウトオブ、 オーダー実行などのいくつかの形式を実装した最初のマイクロプロセッサとして知られている。パワー1はまた、パワーやパワー PC やパワーアーキテクチャープロセッサなどの後には数百の異なった実装を持つ成功したファミリーの起源ともなった。パワー1は32ビットのスーパースケーラのマイクロプロセッサである。固定小数点演算ユニット、ブランチユニット、 フプーの3つの主要な実行ユニットにより構成される。パワー1は32ビットの物理アドレスを持つ32ビット CPU だが、その仮想アドレスは52ビット超である。この広いアドレス空間は、各アプリケーションが 4GB のアドレス範囲を持つことを可能とするアプリケーションの性能のために選択された。ありがとうございます。